トラベラーチャンネル。こんにちは、 JST の飛田です。今回はチャット GPT に聞いてみた海外旅行に欠かせない意外なアイテム10選ということで、まあ、皆さん海外旅行に持っていくもの決まってる方もいらっしゃれば、まあ、いつもこう国によって何持っていこうかなっていうふうに考えて、あのいろいろと工夫して持ってかれると思うんですけれども、今回はですねチャット GPT にですね意外なアイテムですね、まあ、通常一般あんまり持ってかないようなもの何があるかっていうのをちょっと聞いてみて、まあ、それをちょっと参考にしてみようかなというふうに思いますので、またですねこちらの携帯でチャット GPT で聞いていきますので、皆さんもぜひ参考にしてみてください。はい、ということでですね、またこっちの方にこの携帯の画面が出てると思うんですけれども、ここでですね意外なアイテム10選を聞いていきたいと思います。では早速聞いてみましょう。はい、なんで今回ですね、まあ、10個あげてもらうんですけど、ちょっと理由まで入れてもらった方が納得するんじゃないかなと思って、まあ、理由をつけて教えてというふうにしてみましたけれども、続々と出てきてますね。じゃあ上から読んでいきましょう。外貨両替用の小銭入れ、海外ではクレジットカードを使えない場合があります。小銭入れを持っておくことで現地通貨を使うことができます。なるほど。スマートフォンの SIM フリー機種、海外で現地の SIM カードを購入し通信サービスを利用することができます。この方法であれば通信費を節約できます。まあそうですね、確かに Wi-Fi を使うか SIM フリー、SIM を使うかのどっちかっていう感じですけれども、まあフリー機種って大体皆さんのスマホでいいんじゃないかなと思いますけれども、で、旅行用の電源アダプター、海外のコンセントに合わせた電源アダプターを持っておくことでスマートフォンやノートパソコンなどを充電することができます。まあなんか意外っていうか、これは一般的かな。日焼け止め、日差しが強い海外では日焼け止めは必需品です。肌の健康を守るためにも忘れずに持っていきましょう。まあまあこれも大体持っていく人は多いんじゃないかな。水筒、海外では水道水が飲めないことが多いため水筒を持っていくことで水を買う必要がなくなります。また水筒にお茶やジュースを入れて持ち運ぶこともできます。ということで、日本出発の時から水筒に、ね、飲み物を入れていくっていうのはちょっと現実的じゃないですけど、そもそも機内持ち込みはできないですしね、 100ml 以上は。で、じゃあ何、その水とかお茶とかジュースをこの水筒に入れて、ね、あのスーツケースの中に入れて持っていくなんていうのもちょっと現実的じゃないかなっていう気がしますけど、まあ、空の水筒持ってって、例えばなんかこうペットボトルとか買ってきてそれを水筒に入れて持ち運ぶっていうのは結構ありかもしれないですね。もう向こうでなんかこうペットボトル買うにしても、まあ、2リットルのやつとか結構荷物になっちゃいますしね。なんでまあちょっと大きめのやつ買って水筒で小分けで毎回旅行の外出るたんびに使うっていうのは結構ありかなっていうふうに思いましたね。意外なとこですね。で、ネックピロー、長時間のフライトやバス移動ではネックピローがあると快適に過ごすことができます。これはでも必需品の人は多いんじゃないですかね。使う人は多分多いと思います。折りたたみ傘。海外では急に雨が降ることがあるため折りたたみ傘を持っていくと便利です。まあまあ、これも意外っていうか、用意周到な人は結構持っていくんじゃないかなと。で、薬局で買える薬。海外では自分の使い慣れた薬が手に入らないことがあります。軽い頭痛や風邪の症状に効く薬を持っておくと安心です。まあこれも意外。っていうか、まあ、知らなかった人にとってはなるほどって思うかもしれないですけど、結構まあね、さっきの折りたたみ傘とかネックピローもそうですけど、使い慣れた薬っていうのは必需品ではありますね。で、あとマルチツール、万能ツールであるマルチツールは旅行中にいろいろな用途に使うことができます。例えば缶切りやボトロープなどの役に立ちます。まあ、これはあれですね、なんか缶切りとかね、ワインオープナーとかいろいろなんかついたやつでしょうけど、これナイフとかね、あったりすると刃物で取られちゃう可能性もあるんで、まあ便利っちゃ便利でしょうけど、まあ持ってくときは機内持ち込みにした方がいいでしょうね。最後がトラベルウォレットってことで、旅行中に必要なクレジットカードやパスポート、現地通貨などをまとめて入れられるトラベルウォレットは紛失や盗難から身を守るためにも便利です。まあなんかもうちょっとこう、
別の角度からのやつが来ると思ったけど、意外とありがちなやつですね。ちょっと追加で5個教えてっていう風に。ヘッドフォン。長時間のフライトやバス移動で映画や音楽を楽しみたい場合にはヘッドフォンが必要です。最近結構、なんていうんですか、コードレスのやつとか流行ってますしね。持ってく人は持ってきそうですけどね。軽量トラベルバッグ。荷物が多くなる旅行でも軽量トラベルバッグ持っていくことで楽に移動できます。まあ、これは移動用の小さいバッグということでしょうね。で、スマートウォッチ。スマートウォッチを利用することでスマートフォンを出さずに天気予報や地図、通知などを確認できます。キャリーオン用のバッグ。フライトで手荷物として持ち込めるサイズのバッグを持っておくことで手荷物の荷物検査がスムーズになります。なるほど。まあこれもさっきの軽量トラベルバッグと似てる感じですけどね。で、防犯用のバッグ。なんか最後らへんバッグシリーズが多いですけど、旅行中に貴重品を守るために防犯用のバッグを持っておくことをお勧めします。例えば斜め掛けのタイプのバッグやファスナーが内側にあるバッグなどがありますということで、うん、まあなんかこうなるほどっていうのはそこまでないかなっていう感じですかね。もう少しなんかこうへーっていうのが欲しかったですけれども、まあ大体割とありがちな回答になっちゃったかなっていうところですね。なんでさらに追加でちょっと5個聞いてみますね。はい、ということで、トラベル用の洗剤、旅行中に洗濯をする場合、トラベル用の洗剤を持っておくと便利です。ということで、まあ、これは、まあ、ある意味、ありっちゃありで、これホテルの中で結構ランドリーサービスとかあった場合とかに、使えたりするんで、で、海外のやつとやっぱり、日本のやつで、だいぶ質も違ったりするので、まあ、自前のやつ持っていくっていうのはありかもしれないですね。まあ、スニーカーは場所によっては、よく歩く場合は持っていくと便利かもしれないですけど、ちょっと荷物になっちゃいますけどね。観光地で長時間歩き回る場合には快適なスニーカーを持っていくことをお勧めします。防寒着、冷房が強い場所や、寒い場所にも備えて防寒着を持っていくことをお勧めします。まあまあこれは機内とか結構冷えますからね。暑い国に行くにしても機内は結構冷房がガンガンに効いてたりするんで、まあ軽く着れるこうパーカーみたいなやつ、前がチャックになってるようなやつとかあると便利ですね。で、旅行用の化粧ポーチということで、旅行中に必要な化粧品やスキンケア用品をまとめて収納できる旅行用の化粧ポーチを持っておくことをお勧めします。で、持ち運びに便利な食品。旅行中にお腹が空いた時に持ち運びに便利な食品を持っておくと便利です。例えば、栄養バランスの取れたグラノーラバー、ドライフルーツ、ナッツ、ジャーキーなどがあります。これ、確かにいいんですけど、持ち込めないものとか、まあ、ジャーキーなんかも日本には持ち込めなかったりするんで、その行く国によって持ち込めなかったりする場合がありますので、その辺は注意しておいた方がいいですね。まあ、ようやくなんとなく、なるほどっていうのがいくつか出てきましたけど、まあ一応ですね、まあ、今回、海外旅行に欠かせない意外なアイテム、まあ20選になりましたけれども、まあ、こんなところが出てきましたので、まあ、ぜひですね、皆さんもこの動画を、まあ、参考になったかどうかですけど、ありがちなもの多かったですけれども、知らなかったっていう方はですね、これを参考にして、まあ、今後海外旅行の準備していただくといいんじゃないかなというふうに思います。ではこの動画が役に立っているという方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画をご視聴いただいた方は、こちらの動画もおすすめですので、ぜひご覧ください。まだチャンネル登録されてない方は、こちらからチャンネル登録ができますので、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。